ゃあこんにちは。さあ阪神の選手たちの契約更改、ね、爆上がりと爆上がりでも羨ましい。いや気持ちいいね。気持ちいい、まあ、12月の時期ってやっぱり皆さん、はい、ね、働いてる方はボーナスとかそういう話になりますけども、いや額が違う、ね、額がすごいです。まずは近本選手、はい、1億5000万円アップの3億2000万円でサインと、はい、おいいじゃない。これは鳥谷選手超えということで、うん、球団最速の年俸3億円突破というところで、これはすごいですね。まあ近本がいなかったら優勝できなかったかもな。まあそれはもちろんありますよね。それとやっぱこう木浪近本ラインっていうのがさ、はい、確立されたというか、はい、やっぱ勝負強かったしさ、うん、まあ盗塁もそうだけども、うん、貢献度っていうのは素晴らしかったよな。もう本当そうだと思います、うん、だからまあ当然っちゃ当然だし、はい、で途中ね、やっぱあの怪我で離脱しましたけれども、はいはい、またすぐに戻ってきて、そうだね、また同じパフォーマンスを見せるっていうところもすごいですよね、うん、そうだね。だから、まあ、それを聞いて驚きはしない。しない、お、よかったねって、活躍が認められてよかったっていうね、はい、村上が MVP だけども3人に絞ってて、うん、俺はね、はい、まあ、村上もその一人の候補だったけども、野手で言えば大山近本、うん、まあ、この2人が MVP かなっていう、どっちかかなっていうぐらいの活躍をしてるんで、はい、当然で、うん、いやーよかったなって、おめでとうみたいな感じで。あ、もうそうなんですね。いや、そうだ。来季が入団6年目なんですが、はい、6年目の3億円到達は9人目の最速タイとなり、外野手では初、はい、というところです。9回の阪神の過去の外野手で最速の年数の3億円到達は98年のイチロー選手。ああ、じゃあ他球団も入れてるんだな。そうですね、はいはい、で2004年の高橋由伸さん、はい、2022年の吉田正尚選手の、はい、7年目だったんですけれども、うん、だからそれを上回ったってことが9回ですね。まあ、タイプが全然違うよね、はい、まあ、どちらかというとイチロータイプというか、はい、まあ、そういう選手だけども、うん、まあ、よくやったと思うよ。ですね、うん、彼はやっぱ出る、なかなか生きる、はい、で走ってくれる、うん、守備もね、安定的なものを見せてくれる、はい、まあ、勝負強さだな。木浪が8番で生きたっていうのをさ、はい、近本がやっぱ返すからね。そうですよね、うん、だから木浪もクローズアップされるという、はい、だから非常に選手も生かしながら自分も輝いたというね、うん、まあ、そういうシーズンだからそりゃいいでしょうよ。いやいや、まあ時代も違うしな。まあそうですね、あ、だからもう上げてやっていいんじゃないの。ですよね。で連日甲子園満員だから。そうですよ、それだけでもすごいことですから、ね、どんちゃん騒ぎだから。そうですよね。そうそうそう。で、セリーグ制覇だけじゃなくて日本一にもなってるので、だからもう開幕前からもうマジックが出てるんだから阪神ファンの中では。あれのね、で、あれも取りましたからね。そうだよ、岡田監督のあの言葉も賞を取りましたし、ね、はい、で、今話にも出ていたあの恐怖の8番バッター木浪選手、はい、なんと5000万円増の年俸7100万円でサインしました。おめでとう。おめでとうだけど、はい、俺は8000万って言ってたんだよね。8000万、まあ、8000万って言ってたんだけど、はい、まあでもよく評価をしてくれたっていうふうに、はい、やっぱ木浪は思ってるのかなっていうふうに思うよね。そうです、あの定時額について本当に思った以上だったので評価していただけたということで。あ、よかったね、はい、今年はすごく覚悟を持った1年だったので、優勝と日本一に貢献できたということに関してすごく良かったですと。まあそうだね、はい、まあ、今までが、はい、そんなにね飛び抜けた活躍もしてなくて、はい、まあ、今年実績としたら本当に1年目ということを考えると、うん、本当に球団もよく評価してくれたと思うよね。そうですね、うん、妥当なのか妥当じゃないのかって言ったら、まあ妥当だろうね。あ、もう、うん、まあ、8000万っていうのは、うん、その思い入れが、俺らの思い入れが強いから、まあできれば8000万上げてちょうだいよみたいな感じだったけど、うんうん、まあそれに900万ぐらい違うわけでしょ。そうですね、900万だから、これからいくらだって穴埋めていけるよ。これからそうですね。そう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 、十分に。そうですね、レギュラーをもう絶対手放さないということだよね。ですね、うん、さあそして、はい、注目佐藤輝明選手なんですけれども、はい、6500万円アップの1億5000万円です。はい、すごい。3年目でダメなの。いや、いいです。いや、実はですね、これ SNS 上で上げすぎ、いや妥当と賛否が出てるって。
まあでもさ、はい、入団から20本以上左バッターで打ったっていうのは史上初だと思うし、うん、まあ、それなりの記録も作ってる、うん、それとチームでの打点王でしょ、はい、いやそれだったらもう当然でしょ、うん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 、だと俺は思うけどね。そうですよね。それはまあ確かにね、ファームに落ちた、ね、成績不振っていう時期はあったにしても、うん、はい、やっぱり優勝には貢献してるよ。もちろんそうですよね。だからそれはもう良かったねって、サトテル良かったねって、うん、で、まあ、ファームに落ちてね、腐ることもなく、はい、また上がってきて、うん、まあ、それから打ち出したというね、まあ、そういうことも考えると、まあ、3年連続左バッターで甲子園で、ね、はい、20発以上、うん、まあ、それも立派に評価してあげなきゃいけないし、うん、まあ、良かったなっていうふうに思うけども、うん、何がいけないのかね。そうですよね。ただなんかあれですかね、やっぱその言ってたオファームに落ちたからとか、まあ、印象とかあるけどもね、うん、やっぱこう査定の中で一番でかいっていうのはやっぱ打点なんだよね。あ、そうなんですか。うん、ホームランとかいうよりもいくら打点を上げたかっていう、はい、セ・リーグの中でも3位ぐらいかな、打点のランキングからすると。ホームランがリーグ4位タイ、うん、で打点が同3位の92でチーム2冠ですね、はいはい、そうでしょ、うん、まあ、そうなってくるとさ、いや92打点ってなかなか難しいよ、うん、だからサトテルは大山に本当に感謝しなきゃいけない、うん、フォアボールとかでね、そう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 、で前のバッターが優秀だったから打点が上げられたっていうこともあるけども、うん、でも返さなかったらさ、はい、打てなかったらそういう場面で、うん、何も打点つかないわけだから。そうですよね。それはやっぱりその打点の多さっていうのはやっぱり評価してあげるべきだと思うよ。もちろん。だからまあ印象があるんだよね、うん、ここで打ってほしいっていうために三振してみたりだとかさ、うん、そういう印象が根強く残るというかさ、記憶の中に、うん、まあ、だけどやることはしっかりやってるんだから、うん、もちろん数字残してますしね、うん、だからそういう色眼鏡でファームに落ちたからって言ったって、うん、腐ることなく一生懸命やった結果がこういう成績を生んでるわけだから、うん、だからそこら辺は評価をしてほしいなって思うよ ね、 ですね。あの会見でも佐藤輝明選手、なかなか上げてもらいましたっていうもう満足げだったそうですよかったじゃない。よかった、ね、よかった。あの、ね、何やってんのって怒られて、うん、ファームに落とされて、はい、でもしっかりやって勝つっていうことの大切さ、はい、そういうことも分かっただろうし、うん、だから良かったなっていうふうに思うよね。ですよね、うん、ちなみに阪神で入団4年目以内に1億円を突破したのは赤星さんと藤浪投手と近本選手以来の4人目の快挙ということです。まあ、素材的にはね、はい、本当に3年で超えたわけでしょ、はい、そのぐらいの価値はある選手だよ、うん、ただこれから上げてもらった分だけ責任が出るからね、はい、うん、そうですね、その給料に対しての責任もあるだろうし、うん、まあ、そういうことをしっかりこう球団に返せるように、まあ、していかなきゃいけないよね、うん、だからそういう意味では何が足りないかというと、大事なところでの三振だとか、はい、まあ、淡泊な打席だとか、やっぱり率ももう少し彼だったら上げていけると思うんだよね、はい、だからまあそこら辺を課題としてやっていってほしいなっていうふうには思うけどもね。そうですね、うん、阪神の選手たちは本当に今シーズン、あの終わってからオフ、ね、テレビ出演とかパレードとかいろいろ忙しい中で、ここに来てようやくこう契約公開の記事がちょこちょこ出始めて、まあ、いい年になったよね、阪神の選手たちはね。ちなみにこれ監督もアップするんですかね、ボーナスみたいなのが出るかもわからないし、それはあの監督っていうのは契約時にどうするかということだよね。だ基本給があって年俸が、はい、うん、優勝したらあのボーナスとしていくらとか、あ、それとか変動制にしておいて、はい、いや年俸に反映させていくとか、うん、まあ、いろんな契約の仕方があるんだよね、うん、まあ、選手とは違って、はい、まあ、ボーナスは出てると思う。岡田監督も出てると思う。ちょっとご馳走にならなきゃいけないと思う。いや、そうですよね。そうそうそうですね、まあ、あと平田勝雄にも、あ、平田コーチも、いや、まあ、全コーチにそういうインセンティブみたいな、そういう契約は多分結んでると思うから、うん、もうみんなホクホクだよね。よかったよね。いい12月ですね。そうや。ただ平田勝雄はね、うん、もう動画のオファー出したんだけどさ、はい、出上がらないんだよね忙しいんですかね。ゆっくりしたいとか、お疲れ生ですって言っときゃさ、うん、お金が入ってくるできればね、うん、平田勝雄、まあ、昔から知ってるからさ、はい、であいつも面白いからね、爆笑トークしたいんだけどね。わ
まあ、なんか機会があったらね、出ていただきたいですけども。まあ、カツオも残念がってたけどもね、ちょっと時間が取れないということでね。なんか本当下世話な話ですけど、他の阪神の選手たちの契約も気になりますね、契約更改も。下世話すぎない？いや、大山選手とか、大山選手とかどうなるんだろうか。いや、大山は気になる。ですよね、大山気になる。村上投手とか、ああ、そうだな。大竹投手とか、すごい気になります。まあ、そうだな。はい、でもこの動画が流れてる時にはもう出てる出てるかもしれないですしね、まあ、ね、いやでもね、やっぱりあの本当に今年1年間頑張って自分たちで掴み取った、それはね、あの金額というか、だからチーム全体で勝ち取ったっていう印象があるしね、うん、誰がこうどうのこうのっていうよりも、うん、チーム全体が一体となって優勝勝ち取ったという、まあ、そこら辺に価値もあるし、はい、評価もね、うん、みんな他側の評価をしてもらってるという意味では良かったね、阪神ね、選手たちはね。そうですね、はい、いやだから優勝して頑張れば上がるんですね。はい、ご褒美があるということです。はい、はい。